では今回の希望金額と投資形態をお願いします希望金額は300万円で投資形態は投資でお願いしますタイガーファンディング新しい未来をつかみ取れではどうぞよろしくお願いします 今宵もタイガーファンディングの面々が鋭く目を光らせるではまずご経歴をどうぞ中村四49歳千葉県君津市から来ました最終学歴は専門学校卒業現在の職業は整体師をやっておりますでは今回の希望金額と投資形態をお願いします希望金額は300万円で投資形態は投資でお願いしますははいでは あなたが思い描く未来の姿は未良予防、腰痛2800万人を救済、病院勤務、プロ生態師が考案、無痛の生態プログラムで、店舗展開を目指したい。では、オールアナシン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチアファンドじゃあ、中村さんの経歴をもう少し詳しく教えてください。生態師になって27年。 生まれはあと、岩手県、あの、河合市の出身です。中学校の時に、あの、両親の転勤で、と、千葉県に引っ越しました。最終学歴は、専門学校を卒業です。格闘技が好きで、無栄太に憧れて、キックボクシングの選手になりました。腰痛がひどくて、よく、なかなか良くならず、生体の学校で、 生体を覚えて免許を取りました。キックボクシングの選手として、とまあ、デビューをしましたけれども、はい、腰痛もありましたので、生体とキックボクシング、二足のわらじで20代を過ごしました。キックボクシングとしてはと、ランキング1位まで進むことができまして、プロとアマで100戦ぐらい戦い、 ランキング1位までは行きましたけども、チャンピオンにはなりませんでした。30歳で、あの、リングを降りて引退しまして、えっと、昔にとった生体の資格を活かして、痛みを和らげる生体誌を、えっと、極めようと思いました。治らないって腰痛、腰痛は結構、あの、多くて、それを治せる人が必要なんじゃないかなと思いました。自分の腰痛経験や、 それをケアしながら過ごした10年のプロ経験が世の中の役に立つんではないかなと思い大きな生態チェーンに勤め腕を磨き院長にまでなりました2018年にですねあのバランスを体のバランスを直す専門職バランサーというのをあの作りまして あの、バランスな仲間たちになりました。どうしたらバランスの必要性、重要性を証明できるのかなと、あの、悩んだ結果、トレテクが誕生しました。2020年には、ケアグッズ、フジコを開発しましてあと、クラウドファンディングでも大成功しました。骨盤矯正を簡単に、あの、実現できるケアグッズの誕生でした。では、事業プランを詳しく教えてください。既存のリラクゼーションみたいに、えっと、店舗として、 自社メソッドを使ったものを、あの、全国に展開していきたいです。今、現在、えっ、ー、と、生体のお店をやってらっしゃるっていう認識であってますか合ってます。これは1店舗ですかはい。一店舗、あの、2店舗です。1つは、あの、都内の病院の中でやっています、はい。もう1店舗は独立した店舗独立した店舗です。これが千葉。はい、千葉でやってます。秘密でやってらっしゃる。はい。はい。で、今回ですね、あの、前に、えっ、ー、と、3S の金子さん、 が出ててこられて、はい、金子さんんとお知り合いなんですよね僕金子さんから連絡頂い,いて知り合いが出たいって言ってるんだけどっていうところからきっかけで今日来ていただきましたけども、はいはい、もう長い付き合いですかとでも2年ぐらいですねそうなんですねはい、はい、まあもちろん金子さんのやってらっしゃることとは違うと思うんですけど、はい、あ,のあそこにもあるじゃないですか、はい、これなんていう機会機械じゃないですよね 視圧代替器具と言いまして、はい、あの、つぼ押しグッズです。はい。平たく言うと。はい。お尻かなんかに当てることによって、はい。腰痛を治す。そうです。骨盤を調整してくれます。はい。実際やっていただいたのが一番だと思うんですけど、このか中で腰痛持ちの方はいらっしゃいますかなんか目線合わせない方が一人いらっしゃるんですけど。<laughs> <laughs> や,や,っやってみてください。ぜひぜひ。僕は、はい。三崎社長、僕は前のこの間も偉い目に遭いましたもんね。はい はい。まず、も木さんやってもらえますかじゃあ。はい。はい。じゃあ、ちょっと準備を。多分、金子さんのやつよりも痛くないと思います。はい。自分で、あの、お尻に敷くんですけども、ポイントだけ、もてき師匠、教えしてもよろしいですかちょっと触らせていただきます。この、お尻のこの厚いところですね。はい。ぷくっとしたところ。ここです。ここです。お尻の、こっちのこっちの肉の一番肉厚な部分にコンタクトさせます。はい。このエッジを食い込ませる形になります。じゃあの、先ほどの位置に、 こちらを、はい、当てますので。はい。はい。じゃあ、添えますので、ちょっと微調整を、じゃあ、ご自身でさっきの、はい、あの、肉の位置にしていただいて。どうかここかなあ、痛い痛い痛いですかいやあ、大丈夫です。うんこう、合ってますなんか。あ、あ、あ、この辺りかな骨じゃないですよね。骨じゃないですあ、じゃ合ってます。合ってます。結構痛いじゃん。うん、痛い。はい。 痛いけど、痛気持ちいいい。あ、いいですね。これが痛いと、やっぱり骨盤が歪んでるって証拠で筋肉が固まってますので、1分ぐらいやれば効果が見込めます。なるほど。はい。これ、あ、これをずっとやるんですねこれを、はい。結構、えずら地味ですよ。はい。これの面白いところは、各関節が動きやすくなってますので、筋肉も緩みやすくなってます。なので、この状況で、 肩回しとかやっていただくとですね、肩回りも実は楽になってしまうっていう。これを5、6回やっていただいたら、はい。はい、痛いんですかいや、なんかだんだんちょっとじんわりあったかくなってきて、痛みがなくなってきましたね。気持ちいいです。今度は、じゃあ片足ずつ膝をちょっと一回折り曲げていただくと、ちょっと食い込みが、はい。<laughs> さあ、一回。一回見ないだけど痛い。<laughs> はい。うん、これがまあ、いはい。 <laughs> はい。はい、ありがとうございます、まあ。お尻がスッとしたりだとか、痛みがある人はこれで痛みがやる間いだとかするんですけども、はい、特にぎっくり腰に効果がございます。はい。どうですかね。あ、でも、あれですね。腰が軽くなってる感じがありますね。はい。はい、やっぱり硬いところを、はい。はいまありがとうございます。動いた方がいいかも。動いた方がわかりやすい。あ、そう、はいま。軽度の整体を受けた状態なので、はい ちょっと、明日はすごく動けると思いますけど、<あ>今は、はい、骨が動いてますからっていう状況です。<れ>はい、体感ありがとうございました。僕も一回やりますね。あ、ありがとうございます。はい、痛いですかね。うん、大丈夫です、はい。骨が痛ければ痛いほど筋肉、奥が固まってて、はい、あの、他の関節に影響を及ぼしているってことですから、はいい、いい、いいと思います。僕全然痛くないですよ。 はい。悪くない。はい。僕あの腰悪くないです。全然痛くないです僕。あ、はい。かったです。はい。えちょっと位置が悪いんじゃないこれ。いや痛くないな。あ、大丈夫です。これはそのまあ検査にも使えると思ってまして、あいとやっぱりぎっくり腰になりやすいと思ってます。はい。茂木さん痛かったんですよね。僕痛かったですね。僕大丈夫ですわ。あ、ありがとうございます。はい。すっとしたりとか。 ないでですすね <laughs> あの普通ですはいはいはいそ、はい、ううの。渋谷アマそラクリニック院長ドラゴン細井美容外科医としてあまたの施術を担当 YouTubeSNS 戦略で事業を拡大し医学部受験塾メデュケイト塾長を務めるなどその活動は多岐にわたる志願者を晴れやかな空へと導く美の白竜がタイガーファンディングに舞い降りる 原理的にはどういう原理で、その、要は、腰痛が取れるって、まあ、その、お考えなんですか筋肉の長さが、あの、関節の位置を決めてると思っていまして、この筋肉が短くなることで、えっと、の、股関節の内置だとか、この、骨盤の腸骨のこういう、ねじれっていうのが動きます。で、この奥の筋肉が、あと、自由になることで、この、腰線、 腰椎と仙骨のここの関節のこのアライメントを直してくれると思っています。なるほど。もうま左右に歪んでいるものを自重で、要するにバランス、まあ負荷をかけて、はい。まあこの地面と水平に慣らすみたいな感じなんですかね。そうです。ここがずれていると、あの、結局背骨の立ち上がりが不安定になりますので、この土台が安定することで非常に動きやすいスムーズな状態が作れると思っています。今回はこれじゃないんですよね、別にね。ビジネスプランは。 はい。あの、これの販売というよりは、これを使って生体を簡単にするっていう。はい。骨の矯正だとかって、あの、バランスを取るっていうのは結構技術がいることでして、で、それが、このフジ子を使うことによって、骨盤矯正に関しては、ジ子が代替してくれるので、えっと、まあ、生体師のその技術、熟練みたいなのがいらないっていうのが強みだと思ってます。 腰痛を抱える2800万人の人々を無痛の生態プログラムで救いたいと語る志願者。自身の腰痛を克服した商品、富士子で虎たちの心をつかめるか。1店舗300万ってことは、ええー、なんか店舗を2個作りたいってことなんですかはい、あの、今年、テスト店舗という形で2店舗。 あの、作りたいと思ってます。これ以外の、もちろん腰痛以外の整体も全て包括して行うっていうことですかね。これは一つの、まあ、そのフックとしてあるっていう感じですか骨盤がですね、まあ、この体のバランスを取る上で、意外と肘とか膝とかいろんな症状のそのベースにあると考えていまして、そこが整っていないといろいろ調整がしづらいんですよね。私の経験そこからいきますと。なので、 えっと、肩こりでも、あと、まあ、肘でも膝でも、まず骨盤を治しましょうっていうふうに考えています。肩凝っている人に骨盤の施術を提案するってことですかあ、そうです。ほう。まあ、今、アマゾンでも取り、あの、取り扱ってもらってるんですけども、不二コを使ったことで、肩が楽になったりだとか、膝が楽になったりだとか、こういう現象がすごく起きてまして、実は、あの、先ほどもデモンストレーションをやってましたら、あの、首がスッとしたとか、 嘘のような話に聞こえるかもしれませんけれども、人の体の仕組みをこう、深掘りしていきますと、やっぱりその、痛い部位だけを負うんでなくて、全体的なバランスを整えるために、あもう、整えることで、えっと、全体的な、あの、痛みや不調が取れると思っています。痛いところも出て治らないというのはよく聞く話だと思うんですけれども、例えば、こういう、体がこういうねじれ、みたいなものこういう、 傾きがあったとする、しますよね。そしたらどこを直していくかと言いますと、あの、既存の、あの、施術だと、こういう悪いところ、こう縮こまっているところだとかを、こっちは、こうやって見ますと短くなっています、こちらは。一方で、こっちは、こちらより長くなっているのわかるでしょうか。例えば人の関節っていうのは、こうやってお辞儀にしますと、こっちの組織が短く、筋肉が短くなりまして、逆にこっちはギュッと伸びてます。この、 曲げてるタオルはそれを表していまして、ストレッチだとかいろんな方法があると思うんですよね。ただこのバランスを整えるっていうことが大事、大切だと思っていまして、こう柔らかくこう鳴らしていくことで、鳴らして鳴らしていくことで、ここをまっすぐにこう引き伸ばして綺麗な形にしてあげる。これが私たちのトレテクの特徴になっております。それで、この状態を作るために今のフジ子が あの、すごく、あの、まあ、ベースとなると言いますか、ここを整えてから、この、鳴らしをやりますと、あの、最速で効果が得られるっていうふうに考えています。これ、家庭でできるものを開発したのに、店舗を増やすって、どういう考えの論理なんですかもちろん、その、家庭で自分の体のケアをするだとか、健康意識を高く持ってもらうというのは、すごく重要なことだと思っています。でも、やっぱり、 そのセルフケアで全部、その、面倒見るというのはハードルが高いですから、バランスというものに興味を持って、それで実際に実店舗で、あの最終的にはというか重たい人は来てもらってというふうに、フロント商品ってことですね。考えておりますあの。きっかけとなるっていうことですね。そうです。で、これはまあめちゃくちゃ売れてるんですか結構売れてます。<laughs> あの、あの、ただその販売リソースも、 その、まだ大きくないのでですね、あの、月に数百個というレベルです。正直なところ。はい。ですから、そのビジネス的な、その目線なんかも、あの、勉強しなきゃいけないなと思っています。これで、トリアイアグループ会長、三浦哲郎。 持続可能な社会の創造を見据えて小物売買から事業をスタート。鑑定士として YouTube 参入、光る買取鑑定団でも活躍中。オークション事業など多岐にわたるリユースビジネスを展開する。ヴィンテージに目を光らせる目利きの虎が志願者の真なる価値を見極める。体が軽くなるとか、腰、はい、痛が治るっていうプロモーションなんですけど、はいえー、これをフックで集客しますってなると、完全ミスマッチに聞こえてしまうんですよね。 これだけじゃ治らないじゃんみたいな。だから店舗に行かなきゃいけないけど、でも証券が全然違うから、えー、これを例えば地方で買った人はこの店に行けないじゃないですか。はい。そうするとこれを買う意味がなくなってきちゃうんですよね。うん、うん。っていうミスマッチが起きてるから、ちょっと説明の仕方変えないとおかしなことになりますよね。あ、うん。あ、そのように思います。ありがとうございます。はい。正直の、もう自信を持って私をお勧めしたいので、販売も伸ばしていきたいんですけども、正直その、 そういった販売のリソースみたいな経験がちょっと薄くて、そこまでちょっと気が、あの、回ってません。でもこれ買ってる人は多分これ治ると思って買ってるんで、はい、で、ここでこれだけじゃ治らなくて、それプラス成立を受けると効果が出ますっていうんだと、これのプロモーションと差異が出てしまうから、はい、うん、そこはっきりしないとちょっと、これ買ってる人たち向けにちょっとおかしなことになりますよ。 はい、男の事業計画に対して追求を重ねるトラたち。序盤から盛り上がりを見せるタイガーファンディング。続く中盤戦。さらなる白熱の展開が待つ。男の挑戦。その一部始終を目撃せよ。これアドバイスみたいになっちゃうんで、あんまり喋んないようにしてたんですけど、多分あんまりうまくいかないと思うんですよ。